これが天保の改革といって1841年から1843年も江戸も末期の時代に行われた改革なんですけどもうここら辺になってくるとね江戸幕府ももうもう。 すっちゃかめっちゃかな状態やったんでそんな時の改革やから相当厳しかったんですよ。出版統制とかめちゃめちゃ厳しかったのたが浮世絵やったんですねもう浮世絵のもうほとんど例えば役者と美人画を描くなと言わんばかりの、えー、締め付けがあったり、まあ、出すにしてもなんか値段の制限があったりなんかおそいものはなんか3枚もののセットまでしかなかんでみたいな感じのことが結構事細かにね締め付けられたのがこう店舗の改革でここで完全に美人画と役者絵っていうのが バンンペケポンになっちゃったんですよ。